い、どうも、ナミオリです。マスターリーグ続きやっていきましょう。はい、ということで、今回ですけども、ユーロ、準々決勝、オランダ戦やっていきたいと思います。1試合ね。はい、ということで、前回ね、スペインにロシアに何度か勝ちまして、4-0 でね、準々決勝進んできましたんですけども、今日、オランダですよ。オランダ前回ね、イタリアに5-4で勝ってます、PK で。で、かなり接戦してきての今回ですから、まあ、スペインの方が有利なんじゃない？圧倒してたわけですから、まあ、そんなオランダとイタリアよりはね、あっちの方が体力多分持ってかれてると思うぞ、オランダの方がね。まあ、多分準決、どうなんだろうね。多分ドイツ来ると思うよ。まあ、でも、次のことは考えないでね、オランダ戦だけで集中すればいいんでね。まあ、オランダがユベントスぐらいの力あるかもしれないから、そこ本当ね、警戒しながらやれればいいと思います。決勝のことは抜きにしてね。はい、ということで、今日のスタメンこれでいきます。これキーパーシモンですけど、左フィリッポ、ラモス、プジョルで、右にペジェリンで、中盤にノドリとグアルディオラ、そしてトップ下イニエスタ、ファティ、トーレスで、右にトラオレでいきます。まあちょっとカルバハル、シャビアロンソ、いやシャビアロンソが特にでかいね。ほんとフリーキッカー一人削られたわけですから、まあちょっとシャビとかそうしたら呼んでた方がよかったなと思うけど、まあしょうがないところはね、もう終わったもしゃあないですからね。今いるメンバーで戦いましょう。今日ファティ絶好調だから、これでかいですよ。かなりトーレスもまあトラオレも不調じゃないんでね、いけると思います。はい、でオランダに関してはベルカンプ、そしてファンデルファルトトップ下ライカルトいると、でデレヒト後ろ91でしょ。キーパーはそんな高くないな。シレスの出したらよかったのにね。でダイクもベンチですからね。クライフ、バステン、あーバステンとクライフォードベンチか、2人。あいつら本当ね、俺をねこのシリーズ何回も苦しめてきた男たちですからね、本当に。あーしかも監督クーマンだし、マジで。だから早く決着つけた方がいいな。これ後半多分絶対来るから、あいつらクライフとバステンとクライフォード絶対出してくるから、そこ出てくる前に決着つけた方がいいですね、絶対早めに。そうしないと終わるんでね。うん、だから早めに決着つけるかつけないかでこの試合決まると思うんで、そこ早く決着つけないよね。やってベストを決めましょう、これはね。さあ準決だぞ今日。今日わからんなこれ。どうなんだろう、わからんな。ベルカンプ、ファンデルファルト。いやーもうねやばいっすよ。なんなのこれ。ちょっと夕べ波かもしれんところ、本当に警戒しないとやばいよ本当に。でも疲れてることは間違いないですからこれ1ヶ月にね。いやデレフトの壁超えられかな。キーパーそんな高くないんで、キーパーチャンスですね。ちょっとこれはね、前回とロシア戦とは比にならない戦いになるぞこれは。さあ今日は限りです。本当にここが一つね、本当ベスト4へのキーポイントの一つの試合ですから、まあね本当無理せず行きたい。本当にないんだよな、こっからほら来るでしょ。ないのよな。ちょっと待ってよこれ。あ来た、あ右開いた、よし来た。あ嘘だろ、これ取られんのこれ。ちょ待ってよ。あーやばいぞ、ベルカンプ来るぞ。左足危ねえ。イニエスタ、そうイニエスタ行け、イニエスタ、パーティー、よしイニエスタチャンス、イニエスタよし来てるよ。でいた、フィリポ、パーティー、よし、あがここまで来た。あーペップなんだそれ。よしあぶね、フィリポ、イニエスタ、イニエスタ、イニエスタ打て、右足シュート、イニエスタで裏抜けてくるか絶対これ。フィリポナイス、行け。ファール、これ何のファールよこれ。うわ裏来た、まずい。あー暗い方とか、あクロス入ってきた。あードフリー、おいドフリーだ今、危ねえよ。ウジョルからペップ、あーやべえ、そうか狙ってたな。いけトヨセ、よし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 。いや何やってんの、邪魔すんなって本当に。誰が邪魔したの、ペップかお前。何やってんだよお前、監督でもさ、よくよく死ねえし。おいバカ、おい嘘だよ、おー危ねえ、なんでこれ飛んだよ。おっとイニエスタチャンスよ、イニエスタ、イニエスタトラオレ、ファールは、おいファールだね、よしよし、トラオレ来た、オッケーオッケー。ペップが高いんだ、ペップ狙ってみようか。ペップ狙いのか、入んのか、ペップ入んのか、ペップ入んのか、ロンガイだ。ナイスナイスナイス、それよっしゃ、いけいけいけ、ここからパーティーでいけ。トーレス来た、ナイストーレス、トーレス中来い、やー来た、トラオレ嘘だろ。いやー今のはちょっとさ、でもあれよ、まだあるよ、まだあるよ、まだあるよ、来たよ来たよ来たよ、チャンスよ、ペジェリン、ペジェリン中、来い来い、ペジェリンクロス、うわー裏か、オッケー、どうするか、プジョル、よーっしゃー、行け、パーティーを出せ、よーし、パーティー今日絶好調だからな、行けるぞ、パーティー行けるぞ、パーティー、よし、かわした、パーティーかわした、よし、パーティーかわして、パーティー、行け、行ってよし、行け、右足、パーティー、あー、パーティー、ペップ、来るな。どうだ、リアシロード行った。よし、シロード行って、クロス入ってきて、中ラモス、ベルカンプ、やばい。ここら一瞬だよ、一瞬だよ、一瞬だよ。シュート、嘘。ファンデルワールト来た、これ嘘だろ。ちょっと何これ今のシュートこれ。ちょっと今の理解できんなこれ。だからこれ守ってたぞこれ、ここでさ、ラモス跳ね返してさ、どうで、おいシュートも絶対行ってたこれ。だよこれ、やばいやばい、来るか、危ねえ、ラモスか、ラモスか、やばい、ロドリ、ロドリやばい、よあああやべえ、いやーもういらなかったなこれ。いやーもういらんファールだなこれ。これ行くぞ、止め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 、よし飛んだ、フィリポ、そうファティ来たぞ、ファティからフィリポ、行け、フィリポ行け、なんかトーレス決めろ、トーレス決めろ、シュート、嘘でしょこれこれ
だこれ。プジョル、そう、ロドリ、ロドリはよし来た、イネスタ、イネスタよし来た来た来た、パーティー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 、そうでしょ、うわまだまだまだロドリまだまだロドリまだまだまだロドリロドリ、そうそう、相手来てるぞ来てるぞ、結構来てるよ、いやイネスタまだキープする、イネスタまだキープする、イネスタキープして、トラオレ、トラオレはあーないな、トラオレキープのイニエスタ、よしよし打つか、トーレス、トーレス決めろ、なんでトーレス反応しねえった、いやラモス、ラモスない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 って、ちょっとふざけんな、おいさらら、もうないってバスコース、これラモスのとこ作ってくれよ、そこもーもうさあったじゃんチャンス、これもうだ、ラモスのとこないもん、切られてもサイド、これもうグラエ来たら無理だろこんなの、もうちょっともうこれあれだな、モリンセス出しかねえな今日、アレバとフィリップ変えるかも、もうさ、なんだなんだからさ、決めてよさっきの、本当にモリエンテス、そうそうそう、いけいけ、ロドリからベジェリー、いけいけ、いやーベジェリー触んなよ、触んなくていいよそれ、勝てねえならもう、そっとでもベジェリー行け、ベジェリー行け、そうベジェリー行け、行ってよし、ベジェリー行け、ベジェリー行け、あモネーティされた、モネーティされた、なんでおいベジェリー、お前もうもったいない今の、もう勝て、そういいよ勝ってるよ、ペップはペップやべ、あーペップ立て、立てペップ立て、よし立った、よしパーティー行け行け、よしトラオレ撃て、捕らわれないよロドリよし、やばい裏来るか、よしラモス、オッケー、おいおいおい、ちゃんとそこしっかりしてくれよ、もうクライファート、ペップ、いやーやばいやばいやばい、よしラモプジョル、いやーやばい、どっちだ、まずいまずいまずい、あー行かないと終わるぞ、ペップよし取った、ないだろ、何ファール取ろうしてんのおめえは、よし、いけ、だから打つ打つ、これ打たれ打たれ打たれ、本当に打たれ本当に打たれ本当に打たれる、出たんじゃねえの、出てねえのこれ、いけいけ、よしよしいけ、二人でいけって、なんで二人でこれ挟めねえのこれ、プジョルいけ、よしナイス、いけよしいけ、ファンディいけ、よーし、あいけるいけるいける、デリフト弱い、デリフト弱い、よしトーレス、なんか来い、なんか来い、よし来た来た、モレンテス、おーそれちょっと待った、トラウレマジでさ、お前何やってんのこれ、もうあったのにさ、イニエスタよしいいぞ来てるよ、いやまだまだ、いやモリエンテスもう打っちゃったよ、まだまだまだ分からん、まだ分からん、いやファティお前いけいけいけ、前前前、なんだよそれ、ロスタイム何分あんだ、分かんない分かんない、何のワールこれ、何分あんのロスタイム、これ決めないしかしない、ファンデルファルト、おーまだ来んぞ、ラモス行け行け、まだある、ラモスよし、もうダメだもうなんでだよ本当に、なんか誰もいねえじゃん、しかもパーティーパーティーから、はい来た、なんかイニエスタ決めろ、トラオレ何やってんのトラオレ、お前もう遅いんだよこれじゃ、ペジェリン、うん、ペップ、イニエスタ、イニエスタ、もうもうもうなんだよ本当にこれ、決めるとこあったじゃん、もうもうダメだ、オランダやっぱ強い、オランダはやる、勝てたよ今日、決めるか、あれ勝てた、もうユベントスみたいなあんた試合じゃなかったもん、もう決めりゃ勝ったのにさ、なんだよこれ、そんな差ないよ、だから決定力の差でしょこれ全部さ、もう今日なミスからじゃないよ、だってラモスあんなしょうがないじゃん、ラモスのなんパスコースないもんだって、あれもうもうだ、言うのむずいわこれは、なんなんだよもうダメだな、ちょっと他のメンバーちょっとダメだ、今回選ばなくてメンバーが成長してくないと無理だな、2年後これ勝てねえよこれ、もうじゃあちょっとダメだなこれ、世代交代しなきゃダメだ、やっぱ後ろダメ、プジョルとラモス
スじゃやっぱもうこれがだもんな、他のメンバー出てこない、無理これは。だから他のメンバーマジ出てきてくれよ、2年後これその前スキップするからさ、それまでマジ急激な成長遂げてくれよ。そうじゃなきゃほんとワールドカップ勝てんぞこれ。いやー勝ってるウソできたね、もったいねえなこれ本当に。だからこれだよな本当に、まあ、怖い、ほんとダメですよこれスペイン。まあもうしょうがない、切り替えましょう。ユーロじゃないワールドカップですよ目的は。だワールドカップ次予選ですね、1年後あるから、そこですよ本当に、そこにどうなるかですよ。予選もわからんから、ほんと予選で負ける可能性もあるから、そこ本当に集中してやっていかなきゃいけないね、ここからね。他のスペインの2年後の成長に期待ですよこれはね。はい、ということで結果的にユーロ優勝はドイツですね。あ、ドイツ強かったんだな。あ、ドイツオランダと 4-2 か。まあドイツやりたかったな、ドイツと。いやなんだこれ異常だな、ドイツの強さこれ。決勝でイングランド 4-0 よ。いやーこれはやりたかったな、でもこれはユーロ高いわレベルが。だから決めるとこあったね。となんでトーレスもさ、お前らがや、らが言ってんじゃなか、トーレスダメだってリバプールから散々分かってんね、これはもうね、デジャブですよこれは。いやートーレス以上のワード出てこないきついんじゃない本当に。でも出てきてくれよ2年後にはマジで。そこら辺が選手が熱くなると無理よ本当に2年後。そこ意識して本当ね、他の今回選ばれなかったメンバーはね成長してほしいと思います。で結果的にゴールランキング見てみよっか。ファティが2点、トーレスシャビアロス2点は少ねえよな。だから今日シャビアロスで勝てたじゃん今日絶対。シャビアロスではさ絶対なんか違ったもん 100% これ。だからペップじゃダメなんだよ、シャビアロスが必要だったんですよね。だから2年後本当ね彼らに代わり一切出てこないとダメだ。トーレス、あ、でレバンドスキがゴールランキング1位か、で目に逆5点か。いやだからこういうね決めてくれるメンツが出てこないと本当厳しいよ本当に。サンチョが一回決めてんな、まあ、シティのメンバーでね。だから本当に2年後に期待しよう。代表はちょっと今の段階ではちょっとスペインダメだわこれは。はい、ということで今回ね、まあこの大会通してはまあクロアチアとスペインも、そしてそうん、やっぱオランダとかで比べればそこまで強いわけではなかったからな。だからそこの差だな本当な、もうベスト8ぐらい来てからの差だよ本当。そこの差ですよ、埋めなきゃいけないの本当に。でここの差を2年後にどう埋めるかじゃない。2026年ですけど、ね、次ワールドカップそこで終わりますからね、ペップのこのシリーズマスターリーグ全部ね、うん、そこで力発揮してね、ペップになんかワールドカップもたらせればいいかな。ちょっと厳しいけどね本当、CL も勝てなかった監督はね、ミューロとかワールドカップっていうの厳しいんですが、まあ、やるだけやりましょう本当に。まずはユーロの予選あるからね。あ、ユーロの予選からだね、そうだね、次ユーロの予選ですよ。そこから始まるんでね、まあ、そこ勝ち上がらないとねワールドカップ出れないんでね、うん、そこまず勝ち上がってワールドカップの出場権内ね取れればいいかなと思っております。次回ね、はい、という感じで今回はここまででご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。 See you.